皆さんこんにちは三重大学教育学部のすそ仁ひですこれからプレゼンテーションの方法と技術についてまとめをしていきますプレゼンテーションのニュースといえば数日前に2020年にオリンピックに立候補している東京のプレゼンテーションがニュースになりました評価が高かったということを聞いて 嬉ししくなりました会場に、えー、開催都市として立候補した東京のプレゼンテーションが良かったということですがこのプレゼンテーションの良し悪しが社会を変えていくそんな時代です皆さんは授業でプレゼンテーションを見る側聞く側になっていることが多いと思います大学の授業でも パワーポイントを使って授業をする先生方が増えました皆さんどうでしょうかパワーポイントを使った授業分かりやすいなと思う人も多いかな多いでしょうか確かに写真や絵を使ったりそして箇条書きで、えー、大切なところをまとめてスライドショーにしてくれますと大変、えー、助かりますね しかしパワーポイントを使った授業は先生がスラ,イドを送るスライドを送るのが早くて分かりにくかった後でノートを取らなかったので何を言ったのか覚えていないというようなそんな学生もいたりします。PowerPoint、を使う時はくれぐれも学生の立場学習者の立場に立って使うことが大事です。 この授業を見てくれている人たちは将来教員を目指す人が多いかと思いますがこれから中学校高等学校でもパワーポイントなどのプレゼン資料を使った授業が多くなると思いますが板書との違い他のプレゼン機器との違いをよく見,き見極めた上で活用していってください。 プレゼンテーションのポイントとして、私は三つのことを挙げています。一つ目には、時間を守るということ。二つ目には、わかりやすく発表するということ。三つ目には、魅力的にということをお話ししています。一つ目の、時間を守るということでは、えー、皆さんの、えー、これからゼミの発表だとか、 卒業研究の発表会などは、えー、10分だとか15分という限られた時間の中で自分が取り組んできたこと研究したことを、えー、聴衆に伝えなければいけませんその時間を5分や10分もオーバーしてしまうとこれはしくれぐれも自分の持ち時間のうちでどんなことを発表したいのか 自分で準備をして練習をしてから時間内に収まるようにプレゼンテーションするように心がけてください。二つ目に分かりやすく発表するということですが最近ではパワーポイントやショガカメラいろんな提示資料が使えます。ただ写真や絵を見せる だけというよりも、えー、箇条書きにしたり、えー、図式化したものを使うとより効果的に分かってもらうことができます大切なのは工夫するということですね三つ目に魅力的にということですが、えー、これは一人一人の発表がそれぞれ個性が出ていて面白いなと思うことがあるわけですけれども、えー、くれぐれも 自分らしく聞いている人に魅力的な形で話をするようにしてください。その人らしさが出ればきっと高い評価が得られるのではないかなというふうに思います。はい。まあこんなこんなふうにいろんなことを話をしてきましたけれども、発表資料を横を向きながらだとかあまり 聴衆の方を向いていなかったりする人も多いわけですけれどもくれぐれも聴衆の方を見ながらアイコンタクトをしながらプレゼンするようなことも大事になります、はい。今後のプレゼンテーションの参考にしてください。